ソチオリンピックに向け、羽生は2年前カナダのトロントに拠点を移した。4回転ジャンプに磨きをかけるためだった。コーチはジャンプの指導に定評があるブライアン・オーサー、あのキム・ヨナを育てた名コーチだ。ユズルは常に自分自身を厳しく客観的に見ています。スケート選手としてとても良いことです。何よりスケートが好きで情熱を持っているので、ハードな練習も楽しむことができるんです。ソチで金メダルを取るために、羽生はさらに高度な4回転ジャンプに挑んでいた。世界王者のチャンも飛んでいない難しいジャンプ。4回転サルコーだ。一般的な4回転トーループは、左足のつま先、トーで氷を蹴り、その反発力で飛び上がる。一方、サルコーは右足を振り上げた勢いを利用して飛ぶ。ある秘策があったからだ。今シーズンが始まった時の2人の自己ベストだ。技術、表現力ともにチャンが上回り、合計で15点以上水をあけられていた。しかしサルコーを入れれば技術点の上積みだけで逆転できると考えていた。そのうち得点の高い連続ジャンプは3回までと決まっている。羽生は4回転を2回飛んだ上に3回の連続ジャンプを飛ぶことができる。さらにそのすべてをスタミナが切れる演技後半に組み込んだ。ここで成功すれば得点は 1.1 倍になるからだ。8回のジャンプの得点を合わせると基礎点だけでも6点以上羽生が上回る。これにジャンプの出来栄えによってさらに点数が加算される。羽生が全てのジャンプを完璧に決めれば技術点の合計は95点を超える。4回転サルコーを飛ぶからこそ実現した高得点プログラムだ。ユズルのために最高のシナリオを書きました。ユズルならジャッジが出来栄え点を最大限つけたくなるようなジャンプを飛び、技術点を大幅に上積みできるはずです。12月、その戦略を試す機会が訪れた。グランプリファイナルで羽生はチャンと直接対決することになった。チャンはいくつかのミスはあったものの、4回転は全て成功させ 280.08 の高得点を出した。
羽生のフリー。チャンを上回るには180点を超す高得点が必要だった。冒頭の4回転サルコー、最初のジャンプは4回転サルコー、今シーズンはまだ決めていませんが、転倒だ。転倒。しかし4回回り切ったと認められ 7.5 点を獲得する。はい、今シーズンは次も4回転。続く4回転トーループ、いけ、大きめました、勝ちました。5つ連続得点の高くなる後半の連続ジャンプ、トリプルアクセル、トリプルトーループ、大事な得点源、見事に決めていきました。全て完璧に決めた。トリプルサルコー、予定通りのジャンプです。出し尽くしました、やりきりました。出ました、自己最高を大幅に更新する 293.25 で優勝。羽生結弦、王者チャンを破って掴んだ優勝はソチへの大きな自信となった。頑張りました。とりあえず本当に頑張りました。一生懸命スケート楽しみました。それだけでもう十分です僕は。はい、ありがとうございます。次に向けて、もう次に向けてはもう本当に強くなるしかないなっていうふうに思ってます。まだサルコは降りてないですし、まだまだ弱い部分がいっぱいあるんで、しっかり強くなります。ジャンプの精度をもっと高めて金メダルを取りたい。羽生はそのヒントを求めて書き溜めてきた練習ノートを見返していた。赤丸は降りたジャンプ、しっかり降りてるジャンプで、青は失敗してるジャンプなんですよ。失敗してる項目、また気に入らなかったやつで、緑は回転が足りなくなっちゃってるやつ、まあパンクってやつですけど、こういう注意をしたから飛べたとか、こういう注意したけどまだ何か足りなくて飛べなかったとかって結構あるんですよね。あ、こんなことやりたな、あんなことやりたなって書いていくうちにいろいろ覚えていくんですよね。なかなか成功率が上がらない4回転サルコー。大沢コーチが指摘したのは回転する時の体の軸の問題だった。いや、Already here when you come through to this area, then everything's going to go together from there. Right? So it comes in, they meet, they go together. Hanyu が見直したのは腕の使い方。右足を振り上げると同時に右腕を締め素早く回転する。感覚を身につけるため練習を繰り返した。